皆さんこんにちは、車田和久です。今日の大演奏家紹介シリーズでは20世紀最高のピアニストの一人、ウラジミール・ホロヴィッツを紹介します。一体歴代最高のピアニストって誰なんだろうか。こういった話はいろんなところでされてきたことなんですが、その中でいつも名前が上がってくるのがこのホロヴィッツなんです。僕はこれまでに紹介したスヴャトスラフ・リヒテルとかグレン・グールドなんていったピアニストも大好きなんですが、これから紹介するホロヴィッツも大好きなんです。今日はそんな歴代最高のピアニストに数えられることも多いホロヴィッツの魅力を紹介したいと思います。さて、ウラジミール・ホロヴィッツは1903年にウクライナで生まれました。この間紹介したリヒテルもウクライナ出身のピアニストなんですが、20世紀を代表するピアニストが2人ともこのウクライナで誕生したっていうのは非常に興味深いです。ホロヴィッツは幼い頃はピアニストだったお母さんからピアノを学ぶんですが、9歳になる1912年にキエフ音楽院でピアノを勉強することになります。そして1919年にラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を演奏してこの音楽院を卒業すると、ホロヴィッツはそれからすぐにピアニストとしての活動を始めることになるんです。なんとホロヴィッツは若干17歳にしてソビエト国内で次から次へとリサイタルやコンサートを開始することになります。そして1926年になるとベルリン、パリ、ロンドンなど国外でも活動するようになるんです。そしてその2年後の1928年にいよいよアメリカでデビューすることになります。アメリカでデビューを果たしたホロヴィッツはその後すぐに RCA といったレコード会社と契約するんですが、その後1932年にはあの伝説の指揮者のトスカニーニとベートーベンのピアノ協奏曲で共演することになるんです。ここからトスカニーニとホロヴィッツの密接な関係っていうのが始まります。後にホロヴィッツはトスカニーニの娘のワンダと結婚することになるんですが、これによって2人の付き合いっていうのは音楽だけではなくて私生活にも及ぶことになるんです。この前紹介したリヒテルってのはずっとソ連で活躍したピアニストになるんですが、このホロヴィッツはアメリカからソビエトに戻ることはなく、1944年にはアメリカの市民権を獲得するんです。しかしホロヴィッツはこの頃からだんだんと体調を崩すことになるんです。そして50歳になる1953年には全部の公演をキャンセルすることになるんです。そしてこの休業というのがなんと1965年まで12年間も続くことになります。50歳を過ぎてから12年間も演奏を1回もしなかった。ホロヴィッツはこれで引退するんじゃないかって誰もが思っていたんですが、なんとホロヴィッツはあのビートルズが大活躍していた1965年に急にコンサートに戻ってくるんです。そして彼は60歳を過ぎてから積極的な音楽活動というのを開始して、そこからまた優れた録音なんていうのを残していくことになります。そしてホロヴィッツが80歳になる1983年に念願の初来日が実現するんです。そして80歳を過ぎてからこのホロヴィッツはドイツグラモフォンといったレコード会社と専属契約を結んでさらなる録音活動を始めることになるんです。そして1986年にはなんと60年ぶりにソビエトに帰ってモスクワで音楽会を開きました。この演奏会にはショパンコンクールで優勝して当時モスクワ音楽院でまだ勉強していた団体孫がチケットが取れなかったので裏口からこっそり忍び込んで柱の間で聴いていたなんていったエピソードも残されています。この時のコンサートの映像は伝説のコンサートとして今でも DVD などを通して見ることができます。またこの年にホロヴィッツはもう一度来日を果たしているんです。そんなホロヴィッツはその後もレコーディング活動なんていうのを積極的に行っていくんですが、なんとレコーディングを終えた4日後1989年に86歳で亡くなってしまうことになります。それではホロヴィッツの生涯を簡単に見てきたので、今からホロヴィッツの魅力を紹介したいと思います。ホロヴィッツの最大の魅力の一つは何といってもその多彩な音色です。リヒテルの解説では、リヒテルはピアノという楽器を鳴らすことができたピアニストだったっていうふうに話したんですが、
実はホロヴィッツもそのようにピアノという楽器をしっかり鳴らせるピアニストでした。しかしこのホロヴィッツってのは大音量でピアノを鳴らすだけではなく、小さな音でもピアノをしっかりと鳴らすことができたんです。そしてホロヴィッツは小さな音から大きな音までの間で実に自由にいろいろな音色で音楽を表現することができたんです。このホロヴィッツの場合は一つ一つの音色っていうものが実に際立っていました。例えばリヒテルのピアノの音色っていうのは実に多彩でバランスが取れていて素晴らしいです。絵に例えるならこれは綺麗なグラデーションみたいなもんです。でもホロヴィッツの場合はグラデーションではなくて絵の具をパレットに一つ一つ置いていくぐらい一つ一つの音色の輪郭っていうのがはっきりしてたんです。青い色から水色とか緑色に徐々に色が変わっていくっていうんではなくて、ホロヴィッツの場合は青い絵の具の上に水色の絵の具をポンと置いたり緑色の絵の具をポンと置いたりする、そのぐらい輪郭っていうのがはっきりしてたんです。そしてホロヴィッツは時にはちょっと汚いんじゃないかっていう色も進んで使ったりしました。ホロヴィッツっていうのはこうした絵の具っていうのを何種類も持ってたんです。この絵の具の例えはあくまでも音色の輪郭がはっきりしてるっていうことの例えであって、決して色と色が混ざり合っていないっていうわけではいないので、そこだけは誤解しないでください。演奏家っていうのは人前でこういった音色を出したいと思って、その音色が出てくるまでに何時間も何時間もかけて練習するんです。何度も何度も人前で演奏することで、そういった思った通りの音色っていうのが出せるようになってくるんです。そしてこうした演奏会を繰り返すことで絵の具の数っていうのも増えてくるんです。ホロヴィッツっていうのはこうした絵の具っていうのが本当にたくさんあった音色が多彩なピアニストでした。では彼のこの多彩な音色っていうのはどこからやってくるんでしょうか。それは当然彼のテクニックからやってくるわけなんですが、彼の大きな特徴の一つがその鍵盤のタッチにあるんです。実はほとんどのピアニストっていうのがピアノを弾くときに手をちょっとこう丸めたような形で演奏するんですが、なんとホロヴィッツっていうのは手をこういうふうに平べったく伸ばしたままピアノを演奏することが多かったんです。これは一見見ると鍵盤をただこう撫でているようにしか見えないので、僕はこれを勝手にフェザータッチっていうふうに呼んでます。しかしそのフェザータッチっていうのはあくまでそのように見えるっていうだけで、ホロヴィッツは実際にこうしたタッチからものすごいフォルテから小さな鈴のようなピアニッシモの音まで自由自在に操ることができたんです。ホロヴィッツのように演奏したくてこのようなタッチを真似ようとした演奏家はたくさんいるなんていうふうに言われてるんですが、実際にこれをやってみると結構難しいです。一般的にはピアノを演奏するとき、僕たちはこれが鍵盤だとすると、その先の方をこういうふうに押さえなさいっていうような感じで習います。そうすると手がこのように丸くなるんです。じゃあホロヴィッツのようにこうではなくてこのようにして演奏するとどうなるか見てください。そうするとなんと指が鍵盤の真ん中ぐらいにあるっていうのがわかると思います。普通のピアニストはこのぐらいのところをこういうふうに弾いてるんですが、ホロヴィッツはこのぐらいのところをこういうふうにって演奏してるんです。まあ僕はピアニストではないので、これの技術的な利点っていうのをはっきりということはできないんですが、いずれにせよホロヴィッツはこのようなテクニックを使って、そこから多彩な音色っていうのを生み出してました。まあこうしたフェザータッチに加えて、ホロヴィッツっていうのはピアノのペダルの使い方っていうのもなかなか独創的で面白かったんです。彼は普通のピアニストだったら絶対これはペダルを踏んで演奏するだろうっていうようなところでも、時々ペダルを全く踏まないでポコ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 なんて言って演奏することが結構あるんです。そうすると当然今まで誰も聞いたことがなかったような音色っていうのを聞くことになります。ホロヴィッツっていうのはこのようにペダルの使い方からもいろんな音色っていうのを生み出していたんです。まあペダルの使い方っていうのは映像からは見えないと思いますが、この指の使い方なんていうのは映像からもバッチリ見ることができますので、興味のある人はぜひ映像でそういうところに注目してみてください。さてちょっと脱線しますが、ピアノを習ってると良い音を出すためには力ではなく脱力が必要だなんていう話を聞くことがあります。
力強い音を出そうと思ったら腕力で弾いたっていい音は出ない。いい音を出すためには脱力しなきゃダメなんだっていうわけなんです。そしてその証拠として挙げられるのがこのホロヴィッツです。ホロヴィッツは80歳を過ぎてもピアノが壊れるんじゃないかっていうぐらい大音量で演奏することができたんです。あんなおじいちゃんにもピアノを揺るがすほどの大音量で演奏ができるんだから、それは腕力ではなくて脱力だからだっていうわけなんです。ただこのホロヴィッツの良い音っていうのは、僕はピアニストではないので自分で証明することはできないんですが、これは決して脱力ではないと思ってます。これは僕が今まで25年以上も声楽のレッスンに通い続けている中で生まれた結論でもあるんですが、脱力からは何も生まれません。本当に大事なのはその音を出すために本当に必要な筋肉を鍛えることなんです。もちろん余分な力っていうのは脱力しなければならないんですが、そもそも脱力するためにはどこに力を入れたらいいのかっていうのが分かってないと脱力すらできないんです。例えばただ脱力したらどうなるか、これが脱力です。この脱力した状態からは何もできません。手がこうやっていろいろと動いているからには必ずその中で活動している必要な筋肉っていうのがあるんです。いい音を出すためにはその必要な筋肉っていうのを鍛えていくことが一番大事なんです。その必要な筋肉を鍛えることなしに素晴らしい大音量が鳴らせるはずはないんです。歌の場合だったらこういったところの筋肉とか、こういったところにある筋肉とか、歌うために本当に必要な筋肉というのを追い込んで追い込んで追い込んで鍛えていかないとダメなんです。そしてこういった筋肉というのは筋トレで鍛えられるわけではなくて、正しい練習をして歌うことでしか鍛えられない筋肉なんです。僕はピアノは音大を卒業するまでしかレッスンには通っていなかったんですが、ピアノにおいてもそういった筋肉があるというふうに思ってます。いい音を出すために大事なのはそういった筋肉というのはどこにあって、どのようにして鍛えていけばいいのかっていうのをしっかりと理解することなんです。じゃあこの筋肉をこういうふうに使ってごらんとか、こういう練習をしてこの筋肉を鍛えてごらんっていうふうに言えるのが優れた教師になります。ホロヴィッツのあの音色があるのは決して脱力してるからではなくて、長い年月をかけてその音色を出すのに必要な筋肉ってのを鍛えてきたからなんです。こういう筋肉ってのはすごく細いので、育つまでに何年も何年も何年もかかるんですけど、一度育ってしまえばそう簡単には衰えることはないんです。なので80歳を過ぎてもホロヴィッツのようにすごい音量で演奏することができるっていうわけなんです。さてちょっと脇道にそれましたので、またホロヴィッツの魅力に戻りましょう。ホロヴィッツの最大の魅力は何といってもその自由さにあります。僕は動画で話すときはいつも台本を作ってから話すようにしてるんですが、この台本を作るにあたってホロヴィッツの最晩年の録音ってのをいくつも通して聞いてみました。そしてそこにあるのはまさに自由そのものなんです。ホロヴィッツは自由で音楽で完全に遊んでるんです。これは本当に素晴らしいです。何度も何度も人前で演奏して初めて到達できる境地になります。これからピアニストを目指す音大生なんていうのは、何十時間も練習しても人前になると思った通りの音色が出せなくて、それを何回も何回も繰り返して成長していくんです。でも巨匠は違います。巨匠は自分がこうしたいと思った音色をその時に瞬間的に引き出すことができるんです。たくさんある音色の引き出しっていうのをその場でこうやって開ければいいだけなんです。ホロヴィッツの晩年の演奏を聴いてると、彼はまさに演奏している瞬間に、じゃあ今この音を使おう、じゃあ今この音を使おうって言って音色の引き出しをその場で選択して演奏している、そんな風に聞こえます。演奏前に決めてるんではなくて、まさに演奏している瞬間にそういった音色を決めてるように聞こえるんです。まあ本人に聞いてみないとわからないですが、多分そうしてると思います。そこにあるのはまさに生きた音楽です。完全な自由、そして遊びの領域なんです。だからそこにはこれまで誰も聞いたことがないような演奏っていうのを聞くことができるんです。ホロヴィッツっていうのは確かに80歳を過ぎてからは指がちょっと回らなくなったりとか、
なんかちょっと年を感じさせるような点も出てきてはいるんですが、その代わりに彼が到達したのがこうした完全な自由の境地だったんです。そもそも80歳を過ぎてから音楽家がどんな演奏をするのかなんていうのを見せてくれた音楽家自体が少ないんですが、ホーロヴィッツはそういった誰にも到達することができなかった境地を僕たちに見せてくれる演奏家なんです。さて、それではホーロヴィッツのおすすめの録音をいくつか紹介したいと思います。録音はたくさんあって、一体どれを紹介したらいいのか迷ってしまうところなんですが、ホロヴィッツの録音というのは大体大きく分けると3つに分けることができます。最初はトスカニーニと共演していた頃に録音された比較的若い頃の録音になります。それから2つ目はコンサート復帰後に録音したもの、そして3つ目は最晩年80歳を過ぎてからドイツグラモフォンと契約して録音した録音になります。今回はホロヴィッツの音色と自由さについて話をしたので、そういったものが最もよく出ているホロヴィッツの最晩年の演奏からいくつか紹介したいと思います。ホロヴィッツの若い頃の演奏なんていうのはエネルギッシュでパワフルで素晴らしいんですが、録音がやっぱ古いということもあって、ピアニッシモの音色の変化なんていうのは録音ではなかなか聞くことができないんです。これに対して最晩年の録音っていうのは本人の音色っていうのがさらに増えたってこともあると思うんですが、やっぱり録音技術が進歩したこともあって、そういった細かいニュアンスまでよく録音されています。その中で僕に衝撃を与えた演奏をいくつか紹介したいんですが、まず最初がショパンの英雄ポロネーズになります。80歳を過ぎてからの英雄ポロネーズになるんですが、これを聞いた時は僕は大きな衝撃を受けました。まずはそのパワーとエネルギーが80歳を過ぎてるとは思えないほどすごいです。最初は割と普通に始まるんですが、そのメロディーが繰り返されると低音がズドーンっていう風に響いて驚かされます。そしてこの曲の聴きどころでもある中間部のあの左手のオクターブです。これは決して綺麗な演奏だっていうわけではないんですが、まさにその中間部ではホロヴィッツはピアノがバラバラになってしまうんじゃないかっていうぐらいパワフルなオクターブっていうのを聴かせて、そのエネルギーでもってどん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 前へと進んでいくんです。この間のショパンコンクールではこの英雄ポロネーズを含めて左手が大きすぎて濁ってしまったために先のラウンドに進むことができなかったコンテスタントもいたようなんですが、ホロヴィッツにとってはそんなことは知ったこっちゃないんです。審査員たちはやっぱりホロヴィッツのように演奏したら落っことすんでしょうか、それともやっぱりホロヴィッツだから通さないとまずいって言って通過させるんでしょうか。そんなことを考えるとコンクールって何なんだろうななんていうふうにも思います。僕はとにかく音と音楽に深みがない演奏っていうのはちっとも面白いというふうに思います。まあこの大音量もそうなんですが、なんといっても深みとは何なのか、そういったことをしっかりと見せてくれるのがこういったホロヴィッツの演奏なんです。ちなみにホロヴィッツにはショパンコンプリートって言って7枚組のショパンだけを収めた CD っていうのも発売されています。これは1940年代から70年代までの録音を収めたものなんですが、その中にもこの英雄ポロネーズっていうのが2曲だったと思うんですが収められてるんです。ショパンが好きな人はこの晩年の英雄ポロネーズと比較的若い頃の英雄ポロネーズなんていうのもぜひ聴き比べてみてください。さてお次はリストの編曲によるシューベルトのセレナーデになります。この曲はホロヴィッツ・アット・ホームっていうアルバムに収録されている曲になります。実は作曲家のリストはシューベルトの各曲をピアノソロ用に何曲も編曲してるんですが、このセレナーデもそういった曲の一つになります。で、僕は正直に言って、歌曲を聴くからにはシューベルトの曲を聴いた方がいいっていうふうにずっと思っていたんで、このリストのシューベルト歌曲編曲っていうのはあんまり聴かないでいたんです。リストの編曲っていうのは前半の方はまだいいんですが、後半になると技巧が強調されていろんな装飾音っていうのが加わってくるんです。で、僕はどうしてもこういった曲を聴くときに歌詞の内容っていうのを考えて聴いてしまうので、こんなリストの編曲じゃ元の雰囲気ぶち壊しだよななんて思うのもあったりするんです。もちろんこれらの曲っていうのはピアノ曲としては非常に美しいのでおすすめではあるんですが、
僕はやっぱり声楽家なので、だったら歌曲でいいじゃんって言って歌曲ばっかり聴いてしまったっていうわけなんです。で、このホロヴィッツが演奏したこのシューベットのセレナーデを聴いたんですが、正直これには驚きました。技術ばっかりを強調して派手になりがちなこのリストの編曲ってのは、ホロヴィッツが演奏すると決してそうではなかったんです。ホロヴィッツの演奏ではこうした強調されがちな派手な装飾っていうのがまるで単なるエコーなんじゃないかっていうぐらい控えめで美しく表現されてるんです。これこそ本当に多彩なホロヴィッツの音色を聞くことができます。なのでホロヴィッツが演奏するとリストの編曲もそこまで邪魔じゃなくて、これはこれでいいんじゃないかっていうふうに思えるようになったんです。ピアノっていうのは一度に演奏する音が増えれば増えるほど音が濁りやすくなってうるさくなってしまいがちなんですが、そういった中でホロヴィッツっていうのはピアニッシモで美しい音色っていうのを表現することができたんです。そういった音色の魅力っていうのがよくわかる演奏になってますので、ぜひ一度聴いてみてください。さて、最後におすすめするのがシューベルトのピアノソナタ第21番になります。僕はとにかくこのシューベルトのピアノソナタ第21番というのが大好きなんですが、これまでにもリヒテルとかブレンデルとか、それから内田光子さんなんかの CD なんかでたくさん聴きました。この3つが僕にとって特に馴染みのある演奏だったんですが、その後でホロヴィッツの演奏を聴いたんですが、その演奏というのはそれらとは全く違った演奏でした。これぞまさに自由だっていう風なものを感じさせるような、そんな演奏だったんです。これは本当に長い曲なんですが、その瞬間瞬間でこれまでに聞いたこともないような音色っていうのが飛び出してきて、聴き手をまさに引きつけるんです。この曲はホロヴィッツ・ポエットっていったアルバムに入ってますので、ぜひ聴いてみてください。まだまだ名演奏っていうのはたくさんあるんですが、これからホロヴィッツを聴いてみようと思う人は、ぜひ今挙げたようなところから音色と自由さに注目して聴いていただければなっていうふうに思ってます。それからもう少し別なものを聴いてみたいという人がいましたら、ぜひさっきも挙げたショパンコンプリートなんていった CD や、若い頃のトスカニーニと共演したピアノ協奏曲なんていうのも聴いてみてください。それから番外編としましては、ホロヴィッツがバリトンのフィッシャー・ディ・スカウと演奏したシューマンの詩人の声を挙げたいと思います。これは決して優れた演奏とは言えないんですが、巨匠2人が共演したっていう点では伝説の演奏になってますから、ホロヴィッツに興味がある人はぜひこちらも聴いてみてください。というわけで今日はホロヴィッツの紹介でした。このチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしていきますので、皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース。